テトラポッド登って海へダイブ。お前、おい海入んなよ。おい海入んなよ。おいあかんぞ、海入ったら。海入ったらあかんぞ。おいあかんあかんあかん。海入んな。入れ、入んな、入んなよ。おい、オッケー、お疲れでした。はい、お疲れでした。生まれた街も生まれた。どうも、週刊荒削りです。今、志賀組帰ってます。実は京都住みが2人おってね。ミスタ君はもともと志賀生まれだけど、ボックソールっていう箱があって、それで働いてて、それのブッキングをするようになって京都に引っ越したかな、はい。で、ユウスケも、まあ、東京生まれの京都育ちって感じか。生い立ちについてはもういろいろなどっかで載ってるからな。載ってんの？載ってるやろ。生い立ちというか、その加入の経緯とか、え、載ってないっけ？載ってない。内緒にしてんの？あ、そう、これ内緒にしてんの？内緒にしてるから。13時から練習始まって、今日は22時までがっちりちょっとミーティングやらなんかレコーディングの曲を練ったり練ったり練ったり。素敵ですね。いや、いつもこの帰ってんやけど、滋賀にトンシンやっつラーメン屋があるやけど、その家系ラーメンって俺的にはすごい食べた後気持ち悪くなるな。美味しいけど一口目はめちゃくちゃうまいねんな。どこのラーメンよりうまい。一口目だけ、一口目だけ、三口目ぐらいからもううまくなくなってくる。まあ今日はすき家に行きます。そう、今日はすき家行きますわ。さすがにすき家の道こっち行ってくるな。あっちでも何だ、あんまり飛び込んでる。何話してたっけ、いつもこういう時。何話してる。悪いのバレるやろ。まあ車の時もあれば、原付の時もあり、電車の時もありって感じですわ。涙あり、笑いあり。自利品生活なんで、クラウドファンディングします。俺らの交通費上げるよって方、下をクリック。どうも、白島です。最近は緊急事態宣言に伴ってライブが何本か延期になったりしてるんですけど、まあ、早くね、この事態を落ち着かせたいなって思いますね。それこそ今、アルバムを作ってて、まあ、結構来月からは、ちゃんとハッピーなお知らせもできそうなんで、まあ、僕らの大好きな音楽ができなくなるのも悲しいので、感染症対策しっかりして、この冬を乗り越えていきましょう。今後のアルケゼルもお楽しみに。お願いします。